フリーアナウンサーで女優の田中みな実34がタレントの笹原里乃28の YouTube チャンネルで公開された動画、田中みな実さんってこんな人でしたっけ？に登場した。田中とのコラボについて笹原は、二人で YouTube 関係なくチョコレートを買いに行ったんですが、どうしてもチョコについて喋りたいってと田中のアプローチから実現したことを告白。田中も机の上に大量に並べられたチョコを前に、私はチョコレートの専門家としてきましたと意気込んだ。45分にわたる動画では、田中が愛するというチョコレートの魅力をひたすら語り尽くした。隙を与えないトーク術と圧倒的な知識を披露する田中の姿に、笹原は、広報の人ですか、すごいな、と引き気味。動画では終始一方的に話す田中だったが、笹原の一礼としたチョコ大好き発言に表情が一変。え、冷凍したチョコが好きってどういうこと？え、どうして？ブルーミング現象とか起きちゃう。ありえない、やめてください。チョコレートがかわいそうと笹原の行動を批判し冷たくあしらった。これには笹原も、わかりました、今後はしませんと苦笑いを浮かべつつ謝罪する場面もあった。コメント欄では、チョコを愛する田中の姿に、田中みな実さんって、こんなオタク特有の早口するんだ、シンプルにここまで好きなものを追求するのは、素敵など、ストイックさを称賛する声が多かった。